こんにちはコロルです、えー、去年の秋ぐらいに夜バイパスを走ってたらそこに吉野家があるんですけど上りを立てるコンクリートのところに黒い人影が座っていました、えー、亡くなって10年ぐらいで独り身で、えー、男の人でよく吉野家に買いに来てたみたいなのを感じましたなんかすごく寂しそうだったのでなんかかわいそうくなりましたはい以上です